こんにちは。今日も見てくださりありがとうございます。作り置き常備菜4品です。まずはきゅうりを切っていきます。薄くスライスです。人参は千切りにしていきます。私人参あんまり好きじゃないので、もう本当細かく千切りにしてます。で、玉ねぎも薄くスライスしていきます。これ、軽く塩もみします。キャベツはちょっと芯を取って、芯が気にならない人はもう芯そのままで全然大丈夫だけど、芯私気になるので芯は取り除いてざく切りにして、もうそのままお鍋にドボンと入れていきます。はい、ちょっと待ってくださいね。今日から学校だったので子供たちが帰ってきました。まだまだ暑いからかわいそうですよね。なんか汗だくになって帰ってくるの見てると。で、油揚げは食べやすい大きさに切っていきます。で、そのまままたお鍋にドンです。で、調味料入ります。鶏ガラだし小さじ2。で、ごま油大さじ1。お酢大さじ1。塩コショウ少々です。でもうこのまま蓋をして、そうだな、中火にかけて蒸して出来上がりです。でこれは、梅干しの種を取って粗みじんにします。でこれ今日は冷凍のオクラを使ってます。で、あらかじめ茹でておいたえのきだけをドボンと入れて、さっき粗みじんにしてた梅干しを入れて、かつお節を入れて、ポン酢をチャラッと入れて混ぜ合わせて出来上がりです。これさ、もう簡単だしさっぱりして美味しい箸休めになるのでおすすめです。はい、でこれはサラダですね。マヨネーズと顆粒コンソメと牛乳を入れて混ぜ合わせます。で、塩もみしておいた野菜の水分をしっかり絞ります。でこれ牛乳が入ってるので、時間が経ってもなんだろう、マカロニがダボダボって団子みたいに固まらないです。で、あらかじめ茹でておいたマカロニをドボンと入れて、ハムも入れて、これしっかり混ぜ合わせて、でちょっとね、なんか味見したな、今玉ねぎかなんかを
で、ブラックペッパー少々と塩少々で味を整えて出来上がりです。で、ナスは食べやすい大きさに切ります。大きさ？長さに切ります。で、くし形切りにしていきます。で、鍋またはフライパンにごま油を熱してナスを炒めます。で、ナスはもうしっかり炒めたらさらに美味しくなるので、ここでがっつりしっかり炒めていきます。で、ちょっとね、途中また取り忘れてましたけど、これも調味料入ってます。で、調味料が砂糖大さじ1、濃い口醤油大さじ3、みりん大さじ1、お酢大さじ1です。で、これでしっかり炒め合わせて、水分がまだ残ってるけど、ちょっと水分が飛んできた頃に仕上げのすりごまを大さじ1入れて炒め合わせたら出来上がりです。今日はこんな感じの簡単な作り置き常備菜でした。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタとアメブロもやってるので、よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、バイバイ。